ある日は、あの辺の星空に囲まれた公園です。ある日は、人であふれた大都会が。そしてある日は、名前のわからない小さな村。楽しいことも悲しいことも、世界のすべてを見ながらその絵本は、言葉を紡いで旅に出ているそうだ。どうやらクリスマスの時期になると、魔法の絵本はどこから姿を現して、ギフトで紡いだ物語をプレゼントしているらしい。ほら、予想していたら、この高山競馬場にも魔法の絵本が来たのだ。そして今年のクリスマスもみんなが幸せな時間を過ごせますように。